皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説トワイライトプリンセス HD パート43やっていきましょう。今回は雪山の廃墟のボス、覚醒代表会フリザーニャ戦から進めていければと思います。果たして MK さんは倒すことができるのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあどう考えてもここのダンジョンで手に入れたチェーンハンマーを使うんでしょうね。お、だんだんちっちゃくなってきましたよ。こうやって氷を削っていくんでしょうか。ちょっと待て、変な形に変わったけどどういうこと。え、雑魚敵を撒き散らしてきましたが特に関係ないか。よし、じゃあもう一発こちら当てていきましょう。なぜかリンク避けれた。そしてハートがめっちゃ出てんな。回復したいけど攻撃優先か。よし、じゃあこちら一発入れていく。そうだね、攻撃しないとあのどん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 雑魚敵を出して大変なことになりそうですからね。大丈夫ですか奥さん。多分これは奥さんが悪い人だったんじゃなくて陰りの鏡に取り憑かれてるんだと思うんですよ。だから奥さんを助けるためにもここは全力で戦っていきましょうか。え、何、覚醒代表会はどこかに行きましたが、今度は何これ。え、どういうことどういうこと。あの周りのやつを全部壊せってことか。ちょっと体力がないから一旦主人が作った極上のスープ飲んでもいいでしょうか。よーし、主人のスープで奥さん助けてあげますよ。うわ、めっちゃ回復した。え、8か体力。え、めちゃくちゃすごいな。極上のスープもう一杯ぐらい汲んでから帰りたいところではございますけども。あー、これをこうやって壊すってことでしょう。はい、これをガンガン壊して、あー全然ダメ。まあ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 、1個壊せたからいいとしましょうか。何、リンクのこと囲わないで。何何何、あっ、待って、そういうことか。壊したとこから出れるんだ。あー、じゃあこれ2、3個壊して出口を広げてガンって来た時にすぐ出れるようにしましょう。あ、下見ると分かりやすいな。ちゃんと氷のこの鏡の仕掛けを使うようになってますね。はい、じゃあここ、あー1個しか壊せなかった。できれば反対側にハンマー打ってほしかったリンクさん。そしたら、はい、こちらなんとか間から抜けて直接アタック。あ、待って、今の無理か。 OK、 当たった、当たったぞ今。あ、割れてる。多分3発か4発で割り切ると思いますが、え、復活すんの？あ、違うか。またあの盾みたいなのを出すんでしょうね。この空中の何、雪というか氷の粒から作り出してるってことなんでしょうか。いやいや、陰りの鏡も何がしたいんだか全然わかりませんが、落ち着け落ち着け落ち着け。え、陰りの鏡自体にさ、魔物が宿ってるってことなんかな。どういうことなんだろう。まあそのあたりはまたストーリーを進めないとわからない部分なんでしょうか。じゃあこれ壊してリンク避け。あはは、待って、これなんとか間に合わない攻撃。オーラ間に合わないよね。あ、間に合った、今当たった。今なんか当たってたっぽくないか。上縦に当たったのかな。あ、本体には当たってないかも。まあ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 、しょうがないね。で、下を見て、はい、ちゃんと全部出し切ったなっていうのを確認して、どこにハンマー投げてんの。どこにハンマー投げて、こっち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 。はい、鏡を利用して降ってきたところ当てていく。素晴らしい、いいよ。これもう一発は無理だな。あ、なんかもう奥さんが何、あの出ちゃってますけど、カゴの中から。次でもう倒しきれるんじゃないか。落ち着け落ち着け落ち着け。はい、1234、いて56789101010か。これ覚えといた方がいいな、数。はい、これ結構壊した。あ、結構壊した。で、ハート2つ回収からの、え、間が抜けると思いますので、その間からリンク出まして、間に合い、リンクハンマーで、あー間に合わない。マジか。まあまあまあ、体力これで満タンになったからいいとしましょう。てか、よく見たらさ、この盾が地面に突き刺さった後のこの何、模様みたいなのめっちゃ綺麗だね。てかね、 HD になってかなりこのトワイライトプリンセスの氷のステージとかは綺麗に見えるようになったかと思います。ゲームキューブ版みんなやったことある？結構今見ると画質しんどいよ、ゲームキューブ版は。お、倒しきったか、どうだ。あ、相変わらず怖い顔をしておりますが、ちょっとあんまり顔すんないで、怖いから。終わった？え、限りの鏡の呪いが溶けてるならいいんですけど、氷だけに。あー、溶けたっぽい、よかった。で、陰りの鏡がさらに破片になってた。よくわかりませんが、まあまあまあ、取り返せたならいいんですよ。いや、これリンクもあんまりなんか長く見ない方がいいですよ。なんか取り憑かれそうだわ。早くあそこに返しに行きましょう、ミドナちゃん。これ何なの、陰りの鏡って。陰りの鏡のかけらはこれで2つ、残りはあと2つだよリンク。やっと半分というか、まあ実質これが1個目なんだけどね。1個はハマってたから。だけど、あの女の人には悪いことしちゃったよな。陰りの鏡にこんなに人を変えてしまう力があるなんて。ね、どういうことなんだろう。自分のその
悪い心みたいなのを映し出すってこと？神様もひどいよ。神様？え、ちょっと今の発言が意味深でしたが、リンク、早く残りのかけらを取り戻そう。これ以上悲しむ人が出ないうちに。いや、ミドナちゃん優しいな。なんか優しいとこもあんじゃん。さあ、残りの2つを探しに行こう。そうですね、その前にここのダンジョンね、ポーが1匹取れてないんですよ。っていうかハートの器も取れてないけど。おお、主人、おお、大丈夫大丈夫、奥さん無事だから。ちょ、リンクを蹴飛ばさないでねえ。あなた、私どうかしてたのかしら。大丈夫だ、もう限りの鏡がなくなったから心配するでね。きっと悪い夢を見てただよ。あ、あなたにもらった大切な鏡が。うん、いいんだよな、鏡はな。ええー、だよ。それよりわしの目を見てみるだ。わしの目？はい、目を見て。ほら、オラのでっけえ目にべっぴんの顔が映ってるだよ。ちょっと、何そのロマンチックなセリフ。ちょっといいね。だからもうあの鏡は必要ねえべ。そうですね、大切な主人の目に映ってますから。あなた、いや、よかった、仲直りできて。うおー、ハートが、あ、ハートがめちゃくちゃ出てきた。ありがとう、これで回復して帰るよ。体力満タンだった気も。ハートがめちゃくちゃ出てきてる。ちょね、あの、付き合ってるのはいいんですけど、人目にも、ま、あ、ハートの器。あ、なにこのな、ロマンチックな出方。あなたたちの愛の結晶ってこと？ちょっと、ロマンチック。ということで、ハートの器を手に入れた。ライフが一つ増えた。おまけにハート全回復と。よし、じゃあミドナちゃん、か、いや、帰るわけにいかねえんだ。そうだった、ポーがまだなんだ。あ、マップ、待って、マップ、ちょ、ミドナちゃん待っててくれ。あれだわ、ポーがまだ、え、出れないこれ。あ、出れない。ポーが一匹捕まってないんだよ。このまま外に出てもいいか。やり残したことはないよな。やり残したことあるんだけど出れないんだって。まあでもこの二人のね、邪魔になりますから、ここはリンクとミドナちゃんはすっといなくなりましょう。あとは若いお二人で、ということで、若いお二人、私の方が若いだろ。はい、じゃあセーブしていきましょう。いや、なんかこのセーブデータの2013年とかがすごい気になるんだけど、後で直しとこうかな。 Wii U のなんか本体の時計狂ってんだよないじって覚えないんだけど。あー、でもここに戻ってくれるんだったらいいや。そうだね、もう一回入ればいいだけの話なので、ここでマップって見れる？もう一回クリアしたらマップって表示されないのかな。どうなんでしょう。あ、表示される。ただされたとこでなんだよな、残りのポーの数ぐらいしか見れないから。うわ、こっからポー探すの。え、カンテラってさ、これどういう扱いになる。これ光ってるけど、これ待てよ、ここの、う、いや関係ないな、ここのフロアが光ってんのか、それとも隣の部屋でも光るのかによる。ここで光るんだったらもうダンジョン全体だから、もう一個一個見ていく必要。あ、ここはカンテラが使えない何そのややこしいの、やめて。はい、そしたらここでカンテラを出してみる。うわー、結局これ全部で光るんだ。ってことは、ダンジョンのどこにポーがいるかわかんねえのか、これ。一個一個見ていくしかないってこと。いや、でもなんかの中にいるって可能性もあるから、これ本当に一個一個やっていくしかないってことか。え、今日ポー探しで終わるぞ。したら、まあ、壊してない甲冑とりあえず壊すよ。もうこういうの全部起動させていかないと。もうだって普通に回る分には普通に回ったから、私だから、なんか行ってないとことかはないと思うの。こういう壊してないところの中に入ってるみたいなのしか。あれ、うわい、ちょいおー、よかった、今日ここで終わると思った。すぐ出てきてくれてありがとうございます。いや、よかったね今。いや、ちょ、スタート地点で助かったわ。今から一部屋一部屋見ないといけないかと思ったよ。ということで、ゴーストの魂ゲットできました。これで何個だ、ちょっと待って、33個、結構溜まってきたね。全部で60個らしいんで、あと27個。そう聞くと多いなよし、じゃあ人に戻って、そしたらさ、ちょっと待って、ミドナちゃん、どうすっかな、一回スノーピークに来た時に、ここまだ進めないねみたいなところが何箇所かあったんですよ。そこを先にやるか。うわ、ポーいる。あ、ポーいた、よかった。あそこいた。待って、これさ、昼夜、やばい、これ時間でどうにかなっちゃう可能性がある。え、リンクさん、待って、マジこれ、マジこれ、ちょっと待って、いや、一回ウルフリンクになろうか。ウルフリンクだったら雪の上走れる、これで。あ、いけるいけるいける、どうせ捕まえるときウルフリンクだもんな。え、これ上登れんの、
くるくる、あ、そういうことなんだ。なるほどね。いや、考えられてるわ。あ、やばい。あ、痛い、痛い。びっくりした。待って、これ昼になったらいなくなっちゃうと思ってさ、ちょっと怖いんだって。これまだ吹雪いてるから、これ吹雪いてれば大丈夫ってこと？今夜？それとも昼？わかんないけども、とりあえず早めに捕まえるに越したことはないからね。ということで、はい、こちらゴーストの魂ゲット。もちろんこれもコンプリートしないとね、 MK さんの真の完全クリアにはなりませんから。はい、そしたら人に戻って、もう一回カンテラ、あー、ないね。いや、これゴーストのカンテラ助かる。したらこれ逆走するわけにもいかないから、いや、入り口、え、山頂、まあ、山頂でいいのか。ここにワープして、うん、あ、っていうかさ、川下りじゃなくて、この、氷滑りみたいなやつってミニゲームになってる説ない？これ、多分、一回で終わるやつじゃないだろう。え、ミニゲーム、あ、なんかいるんじゃない？ほらー、ミニゲームになった、あんたら、待って、ここだと人に戻れないわ。ちょ、なるほどね。あなたたちがミニゲームやってくれるんだ。え、これハートのかけらだよね、多分ね。そうだよね。それ以外ありえないよね。わかりました。じゃあ、ハートのかけら、取っていきましょうか、獣人さん。てか、あなた、本名は何て言うの？獣人ってずっと呼んじゃってるけど。ねえ、名前聞かせてくれや。おお、おめえ、久しぶりだな。さっきぶりだけどね。そして、相変わらず、声がでかいんだね。文字がでかいわ。嫁さんもすっかり元気になっての。天気もええから、雪滑りに来てるだよ。どうだ？おめえもやっていくか？まあ、やれってことだよな。これもハートのかけらだと思うよ。よーし、じゃあ、俺のうちまで競争だべ。よし、行きましょう。え、ただ、ただは助かるな。まあ、一応何度でも挑戦はできると。まあ、でも一発で行きたいよね。待って、ちょっと、操作方法がまだ曖昧なんですけど、加速すんだよね。多分前に倒すとね。で、左右移動があって、B で、あ、剣振る関係ないな。で、A で、ジャンプか。あ、待って、これ厳密に言うとあれだ。A を離した時にジャンプだな。なるほど。しゃがみ状態からジャンプ。いや、これジャンプした方が早いのかな。加速してる段階だったらジャンプした方が早いかも。はい、そして、ここのキースは無視できるな。だから、剣は関係ないわ。剣使わない。で、あー、これもさ、木の上じゃない？はい、ここ、ジャンプで木の上、乗っていく、素晴らしい。で、自動ジャンプもあるから、自動ジャンプで基本的にはいいと思うんだけど、多分、こういうとこだよな。こういうところで、上、え？待って、近道だ。これ多分別の道でしょ。なるほどね。あー、じゃあ勝てるわ。これありなんだったら勝てるじゃん。え、ってか、どこ行った？主人？ご主人、どこ行った？はいはいはい、なんとか近道通って、あー、もう余裕だ。まっぶねえな。これ落ちたらアウトなんで、それだけ気ぃつきましょう。で、ここじゃ、ちょっと上手すぎない？私。どうしよう。このまま、何、スカウトされても私ここにいるわけにいかない。ちょっと落ち着こうか。これぶつかると、いや、アウトではないんだろうけど、ぶつかると良くないので、で、ここもしっかり左側にスティック入れて、最後の最後まで加速していく。素晴らしい。1分22秒75、どうなんでしょう。これハートのかけらのタイムか。ブッハッハッハ、おら負けちまったと。おめえは筋がええの。勝負のしがいがあるってもんだ。また勝負したくなったら山頂に来るとええど。え？これ、終わり？待って、これハートのかけらじゃないの？リンクさんの雪滑りの最高記録は1分22秒ですわ。記録更新を目指すのもなかなか楽しいものですよ。実は私も雪滑りが好きですの。今度お会いした時は私とも勝負してくださいね。え？あ、この勝負をやれってこと？違う？え、山頂に来るとええど。あ、じゃあ、ワープしろってことか。ただ、ワープできないっしょ。ちょっともう。これ、一回一回何？ワープ、ワープするためにちょっと離れなきゃいけないってこと？はい、ワープ、ダメなんかーい。いやー、だったら建物の中入った方が早かったかな。リンク、ここだったらいけるか？ちょっと、ミドラちゃん？いいじゃん、ここは。もうここはいいじゃん。もうここはいいじゃん。ねえ、ミドナちゃん、ここはいいよ。もうちょいか。いや、これミニゲームやり直すのが大変なパターンかい。いや、ちょ、見られてない、見られてない。あの二人もうお互いのことしか見てないから。ねえ、瞳の中にべっぴんさんが映ってるって言ってたじゃん、さっき。はい、ワープ。うわー、いけるんかの絶妙の差は何？そしてハートのかけら手に入んなかったけど、なんかタイム的な問題？でも勝ったよね。勝負には勝ったんだよね。え、ハートのかけらじゃない？これもしかしてただの移動手段か？そういうこと？まあまあまあ、とりあえずじゃあ人に戻って、もう一回話しかけてみるか。ハートのかけら
いや、ミニゲームでハートのかけらがないはありえないと思うんだけど、基本的に。おお、おめえまた来たのか。どうだべ、雪滑り勝負しねえか。待て、これさ、そうか、雪滑り楽しいのりの奥さんの方ってこと。さっき得意って言ってたよね。主人に勝つなんてあなたとってもすごいわ。よろしかったら私とも勝負してくださらない。これか。これに勝てばハートのかけらなんじゃないの。ふふ、決まりですわね。では私のうちまで競争しましょう。これ奥さんが強いパターンだ。オッケー、行きましょう。確かに小柄で強そうだもんな。はい、ここジャンプして、まずこれで先頭行かないと、こっから細い道通ったりするとききついな。これさ、上行くのか、行ってみる。これ上かもしれんな。ジャンプして、よしよし、リンクいいぞ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 、筋がいい筋がいいぞ。はい、ここで待って、奥さんこっち、うわ、奥さんもこっち来んのか、奥さんもこっち来んのか。ちょ待って待って、リンクなんとか、うーわ最悪、リンク何やってんの。いや、これ下か、どっちが早い。これ上じゃない気がする。下の方が早いな。だって内側はそっちだもんね。で、いや、で近道通れば勝てるっつんだったらいいんだけど。よし、もう一回行くぞ。あら、リンクさん、よかったら私とも勝負してくださらない。もちろん。いや、これ毎回タダで挑めるのデカ。これ毎回お金払うんだったらちょっときつかった。まあまあまあ、1000ルピーカンストしてるからいいんだけどさ。はい、ここでジャンプで内側攻めるよ、リンクさん。ちょ、奥さんが上行くから、リンクスは内側攻めます。よしよし、いいよ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 。うわ、これ左側ジャンプして乗った方が、いや、でも左側なんて乗れないな。その細いとこは乗れないわ。で、なるべくほんとカーブのとこ以外は、よし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 、加速というか、この前にスティック倒しとく。いいよ、今んとこ勝ってる、今んとこ勝ってるよ。リンクさんぶつかんな。よし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 、勝ってる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 。これ上か、どっちだろう。とりあえず上挑戦だけしてみるか。こう来て、無理だ。リンクさん一回下降りて、木にぶつかんなきゃ何でもいい。よしよし、いや、もう最悪。うわー、これぶつかったら無理だよな。いや、ぶつかったら無理だと思うけど、一応追ってみるか、背中を。うわ、そしてあなたも近道通る。ちょっと待って、あー、なるほどね、分かった分かった分かった。リンクさん、あの人も近道通るわ。だとしたら一回これ落ちて、スムーズに近道行けば勝てる気がする。っていうか、もう自分との戦いだな。スムーズとかもそういうのも大事だけど、近道とか大事だけど、自分との戦い、1分22秒でしょ。それを私が自分で越せれば、多分勝てるよ。だって1分22、さっき言った時相当早かったっしょ。あれだ。あれに、もう一度挑む。それだけ、リンク。考えるな、奥さんのことは。奥さん顔可愛いけど考えない。よし、行くぞ。まっすぐ進んで、待って、これ奥さん右行くから、私は内側で差をつける、コーナーで差をつけろ。で、ここで、いよ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 、で、加速ボタンも離さない。うますぎる、リンク。今、加速ボタン離しておりません。はい、スティック前に倒したままで、ここも、正面、しっかりまっすぐ進めば、ロスんなくて済む、完璧。で、奥さんね、ここジャンプすんのよ。これ、ジャンプするより下の方が早いと思う。ここ、下でジャンプして、いいよ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 。木に当たらないんだったら、こっちの方が早い。オッケー！うますぎる、リンク。これをものにしよう。これ無理だったらもう無理だ、私。ここまで完璧。ここまで何も文句ない。リンク？リンク？いいよ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 。気つけろ気つけろ。ルピーに気取られんな。今1000ルピーだから関係ないから。今1000ルピーでマックスだから。これ以上ルピー持てないんだから、どっちみち。はい、で、ここ、内側、来てる来てる来てる。待って、うますぎる！どうしよう。これ、ちょっと待って、あっ、うますぎて怖い。うますぎて怖い。うますぎて怖いよ、リンク。ここで、はい、ちゃんと降りて、で、加速しつつカーブね。オッケーオッケーオッケー。ここ最後加速入れて、なんとか奥さんに勝ったー。シェイ、おー、はいや、奥さんもはいや。今1秒差ぐらいだったよね。リンクさんすごいわ。私結構自信があったのに。あなた主人と違ってスリムだから、身のこなしも軽やかで良い滑りだったわ。そうだわ、これ取っておいて。ハートのかけらだよね。そうじゃなかったら怒ってた。主人には内緒ね。またよかったら競争しましょう。あ、そっか。奥さんからハートをもらっちゃったってこと？ご主人、ちょっと内緒らしい。また勝負したくなったら山頂に来るとええど。聞こえてなかったみたいだからよかったわ。そしたらちょっとこれ中に入った方がワープが早いってことがさっき分かったので、一旦中入ってワープして、スノーピークの池、行ったけどなんかまだ進めないよねみたい。あ、なるほど、そういうことか。いや、でも獣にさえなれれば。あ、そっか、ちょっと待って。あー、そう、もう扱い、あ、でもこれ出たとこにもう奥さんたちいないんじゃない？どう、これいたら最悪だけど。いる？奥さんたちもういないよね。どっか行っちゃったよね。
あ、よかったよかったよかった。はい、そしたらここでワープして、ここだと戻る、いや戻りの方が簡単か。じゃあ山頂から戻りで行きましょう。で、一応ゴーストのカンテラとかも使いつつ、ポーがどれぐらい取れてないかも見ていければと思いますが、その手のとこだよね。待て、あ、そっか。ウルフリンクの状態だと、ゴーストのカンテラが使えない。そして、これ、うわ、で、何ちゃうよ。もうないま。もうないま。なんで落ちたなあ、ウルフリンク。そこ落ちるとこじゃないぞ。で、この辺りで一旦解除して、ゴーストのカンテラ、あ、もうあるね。はい。ないな。よし。この辺にはもうないから、一回戻りますよ。いや、これ、獣人がいつも開けてる扉だから、手の形がリンク用じゃないんだよな。で、ここも、はい、早めに降りて、ここ、あ、いる!ちょ、待て。洞窟の中にポーがいるってこと?これ。おい、待て。これ、洞窟の中ポーいるの?え?マジで言ってる?ついてるよね。これ、ついてる、ついてる。てかさ、マップで、5分の4。5分の4ってどういう、これどこまでがさ、このマップの判定なのかがわかんないよな。とりあえず、ここ、あ!食材だ。うわ、ポーいた!よかったー!よかったのかわかんねえけど。はい、とりあえずここで、ポーをまたもや、はい、倒していきます。なんか下、潜れそうではなかったか?待てよ。潜れそうではないですね。そしたら、これ、食材に一応、火つけて何か出ないか見てみましょうか。カンテラの油、ほい、からの、ほい、どうだ、あ、ちょ、ほい、オーケー!まあ、ハートのかけらではないと思うけど、ハンコとかの可能性はあるからね。ハンコが全部で50個あるったかな?だから今20何個だから半分も集まってない感じでございますけど、本当にマジか。これ今さ、ルピーはカンストしちゃってんのよ。うわ、どうしよう。ちょ、待って、ルピーカンストしちゃってる。で、これ、財布の上限を上げるためには、アゲハちゃんなのね。あ、もうここいないね。アゲハちゃんに全部の虫を見せないといけないんだけど、現状まだ無理なのよ、全部の虫が。最後の一匹が森の聖域のとこなんだけど、森の聖域の、まあね、いにしえの森って言ってたと思うんですけど、そういうことなんですよ。時のオカリナなんで、これも。時のオカリナオマージュなんで、そういうことになるんですよ。なので、そこでしか取れないと思う。待てよ、これ、一回落ち着け。人の姿戻って、ここだとポーが、あ、いないのか。たださ、仕掛けはあったよな。そう。なんか、中に入ってく仕掛けはあったんだよ。そこ行っていいか?ウルフリンクで。あれ、どこだったかな?待って、もうホワイトアウトはしないんだよね、これ多分ね。この辺で降りて、そこら、あ!待てよ。この辺じゃなかったか?この木のあたり、あった!これかな?なんか、氷があって奥に進めないみたいな場所あったじゃないですか。ハンコかハートの、あ、ここだ。ハンコかハートのかけらの可能性が高いから、こういうところしっかりやりましょう。ハンマーで、壊すぞ。あ、違う。いや、いいよ。オッケーオッケーオッケー。ちょ、キース一回、キース。おお、倒せてた。やったーやめて。で、はい、キース倒して、君もう2発だよな。はい、2発。いやー、もう3体とかいるときついよ。ここでもう食らいつつですけど倒していく。俺で引きでも倒せるから。よーし、オッケー。あー、リンクちょ、非常に難しい。で、よし。で、これ上上がっちゃった方がいいな。上上がれば効かないんじゃないの。よし。攻撃効くんかーい。効くんかい。とりあえず、待って、アイス、ちょっと待って。一回、あー、ちょっと、いける、あー、もう一発当たったのに、リンク、とりあえずこいつらだ。とりあえずこいつらやん。あ、宝箱発見。とりあえずこいつらやんねえと話になるんだ。違うよ、リンク。あ、引きで倒したけども、まあ、体力いっぱいあるからいいか。ここで、おーら、おーら、よし、オッケー。まだだ。ちょ、もう敵。ハンマーがさ、マジで身のこなし大変なんだよね。おい、ちょ、待って、君たちも全滅でワンチャンある。ちょっと待ってよ。ねえ、リンク、もうちょっとどうにか器用にできないか、これ。ハンマーの引き、まあ、ちょっと器用にできないんだよね、この子。よし、で、この辺も、はい、こうして、待って、上にキースいる。上のアイスキースは倒した方がいい、絶対に。また来る、こいつ悪さする。オッケー、ナイス。で、ここも壊して、あれ?これ魔物全滅は何もないか?
あーなんだよ、魔物全滅で宝箱もう一個のパターンかと思いきや全然違いました。うわー本当にマジで、まずい、ルーピーの無駄遣い、ルーピーの無駄遣い、マジかよ。うわもったいなさすぎる。いやもったいないっつってもさ、でも言うてももう使い道もない気がすんだよな、ルーピーって。そうじゃない、もうなんかルーピー使うやつは全部終わってる気もするんだよね。なんだったっけ、ご祝儀じゃなくて募金、募金のやつとかマロマートのやつとかも全部終わってるし、あの1000ルピーで神様のやつあったじゃないですか、あれも終わってるじゃん。だからもう関係ない気もすんだけどね。っていうか待って、これ他んとこはもう他んないんだっけ、なんかウルフリンクでどうこうみたいな、ないか。匂いますあそこだけだったっけか、なんかもう一箇所あった気がするけど、それはハイリア平原、ハイラル平原か。っていうかまあちょっと待って、一回人に戻って、大前提マップのポーが全部取れてるからいいっちゃいいんだよな。最悪な、ここ全然取れてねえ。あ、ゲルド砂漠はそれは取れてねえか。あーここも6匹、ここは、うわここ全然取れてないね。あ、ハイラル平原、あ狼行くか。そうだね、カカリコ村か、一旦狼行ってもいいかも。ここにはポーいないんだもんな。あー結構じゃあハイラル平原なんだね。待って、リンクワープで一回戻るよ。多分ね次はあれなんですよ、一回酒場に行って情報収集しろってことだと思うんですけど、その前にかかりこ村だ、一旦奥義を習いましょう。ふうちょっと大変すぎた、雪山が。いやなんか、いやもうないよな。いやポーは最悪いないから、あってもハンコっしょ。うん、なんかあった気もすんだけどな、行ってない場所。ただ一箇所なんかもうごちゃごちゃです。そしたらまあウルフ、待てこれ以上先進めないかも。よし、一回リンクに戻って、どっちみち剣を持ってないと奥義を教えてもらえないんで。あてかさ、夜にさこの辺り初めて来たけどさ、これポーじゃない、ポーいるんじゃない、墓場だったら。そうだよね、墓場にポーがいなかったらどこにポーがいるんだって話になるから、かかりこ村の墓場多分いるぞ。ほい、あれ、いな、いた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 、一匹だけ。なんならもうちょっといてもいい気がするけどね。一匹だけか。はい、じゃあ君も捕まえるよ。おお、いい、おお、いちょ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 、痛いな。もうちょっとうまいこと MK さんもポーそろそろ対処できないもんかね。できないんだよな。ということでゴーストの魂、おっ、え関係ないな、今金色の虫があったけど、うん関係ないもう。そしたらこれで元の姿に戻って、うわまだいるな、まだカンテラ光ってるぞ。うわこれなんかこういうとこどかせば出てくるみたいなパターンじゃない。ちょ待て、これどかせばポーが出てくる、ん違う、うわルーピー本当に意味ない。ルーピーは本当に意味がないの。ちょ待て、ポーほら、うんだよね、そういうパターンだよね。あの時のオカリナでもあったじゃないですか、墓地の追いかけっこみたいなやつ、その時こうやってお墓押すのあったんすよ。いやーこれ時岡やってる人はね、墓は押すものっていうのをなんとなくわかると思いますが、はい、さらにゴーストの魂ゲット、結構手に入ってる、37、あと23だ。いいねいいねいいね。で OK、 カンテラはつかなくなりました。そしたらあそこに黄金の狼がいるので奥義を習いたいんですけども、まあ一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回はあの黄金の狼から新しい奥義を習うところからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。判定踏まないかがちょっと怖いな、ここ。